学びの向上クイックリポート今回は平成27年度埼玉市学習状況調査実施速報中学校英語編を配信します1月8日に実施されました埼玉市学習状況調査から問題の一部を取り上げ出題の趣旨を解説します英語では聞くこと読むこと書くこと言語材料 文法事項等について次のような趣旨で出題しました。一つ目は授業や家庭学習を通して確実に身につけてほしい内容、具体的には実際に英語を使用してコミュニケーションを図る上で必要な基礎的、基本的な内容が身についているかどうかを見るためです。二つ目は過去の調査で 本詞の生徒に課題が見られた内容について改善が図られているかどうかを見るためです。先ほどの出題の趣旨を踏まえ、聞くこと、読むことなどの各領域、内容別に特徴的な問題について説明します。まずは聞くことに関する問題です。これらは英語のスピーチを聞いて、その概要や要点を聞き取る力を見るための問題です。 特に、話しての情報を正確に聞き取り、その情報を整理することができるかどうかを把握するために出題しました。小学校の英会話でも学んだように、コミュニケーションを図る上で、話してが伝えたいことや、聞き手として必要な情報を理解できるよう、聞く力を確実に身につけましょう。また、英語を聞く際にはメモを取り、 必要な情報を聞き落とすことがないようにすることも大切です。ぜひメモを取る習慣を身につけてください。日常生活の中で洋楽や洋画、テレビラジオの英語講座などに興味を持って視聴することで英語を聞く力を伸ばしていきましょう。次は読むことに関する問題です。これらは対話文やまとまりのある文章を読んで、 そのあらすじや大切な部分を読み取る力を見ようとした問題です。第一学年のような前後の文の関係を意識して読み取る問題については、平成26年度の調査において課題が見られました。特に代名詞が何を指しているかを正確に読み取ることが求められます。また、第二学年の問題については、一語一語の意味や、 一文一文の日本語の訳などにとらわれることなく、書き手の伝えようとすることを正確に読み取ることも必要です。このような点を意識して読む力を確実に身につけましょう。教科書の本文を読む際は、まず大まかな内容を読み取るようにすることや、日常生活においては英字新聞などを利用して、英文の大まかな内容を読み取る力を伸ばしていきましょう。次に、 書くことに関する問題です。これらは与えられた条件に従い、自分の身近な人や夏休みの思い出などを英語で適切に表現できるかを見ようとした問題です。第一学年の問題は平成26年度の調査においても出題しました。この時の正答率は48.9%で、 特に三人称単数現在形の S の付け忘れが多いという課題が見られました。この三人称単数現在形の使い方が定着すると表現の幅を広げることができるようになります。ぜひ一学年のうちに確実に使えるようになれると良いですね。2> 第二学年の問題は実際に自分が体験したことなどについて自分の考えや気持ちなどを含めて自由に書くものです。 自分の考えや気持ちが表現できるようになると、相手とのコミュニケーションをより一層深めることにつながります。実際に行ったことはもちろんのこと、自分の気持ちや考え等も表現できるような各力を身につけてください。授業の中で、小学校の英会話から学んできた表現を積極的に使用したり、家庭学習においては英文日記などに取り組んだりしながら、 英語を書く力を伸ばしていきましょう。最後に、言語材料、文法事項等に関する問題です。これらは、日本文に合う、または対話の流れに合うように、与えられた語や語句を適切に並べ替える問題です。特に、疑問詞プラス名詞の語順を取る英文については、小学校の英会話においても扱っており、生徒にとっては馴染みのある表現であるものの、 過去の調査においては、平成25年度の正答率が49.4%、平成26年度の正答率が49.3%と、継続して課題が見られる問題でもあります。そのため、第1学年と第2学年で同様の内容の出題を行い、経年による比較ができるようにしました。文法事項はコミュニケーションを支える上でとても大切なものなので、 確実に身につけておく必要があります。授業で行うコミュニケーション活動の中で実際に話したり書いたりすること、また家庭学習では教科書の音読を行うことをしっかりと心がけましょう。これで学びの向上クイックリポートを終わりにします。学びの QR は3月に次の配信を予定しています。